成長痛に関して言うと曖昧なものになります。実年齢に必ず追いつくんです。大人にならないお子さんはいない。身長ビヨン、医師学科学生、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関するご対信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは身長先生聞けの46番目ということで、身長に関する皆さんの疑問をですねコメント欄の方に記載していただいてピックアップして答えていくタイプの動画になります。皆さんもぜひ身長に関する疑問がありましたらぜひコメント欄の方にお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはね身長のピークってことでね、そこについてお話しさせていただきたいと思います。質問者さんですね、宮裕二さんですね。10歳2ヶ月の女子、血液検査の内容です。新 ALP368、 ソマトメジン203、エストラジオール10以下、黄体形成ホルモン LH1.8、 半年前 0.1、 骨年齢 9.3。 彼女の身長のピークはこの数値から予測できますでしょうか。何歳何ヶ月頃かご教授お願いしますってことですね。まず一般論でどこか説明していきたいと思います。女の子の場合ですと一般的に身長の伸び11歳頃というふうに言われています。お胸が膨らんでくるのが大体ですけど9歳とかそれぐらいの時期から膨らんできて、そしてですね11歳後のピークを迎えるというようなスパンになってきます。それに対して男性の方はですね、身長伸びのピークは一応13歳ぐらいというふうに言われてますので、そこがですね、まあ、2年ぐらい女性の方が早いってところになります。じゃあそれに対してですね、このお子さん自身がどういったところかなってところを見ていきましょう。今回に関して言うとこういった乳房の膨らみだったりだとかそういった情報はないわけですね。それに対してまあ採血の結果があるというような形になります。当然私の動画たくさん見ていただいている方であればご存知かもしれないですけども、この ALP ですね、アルカリフォスファタールですね、骨の代謝を反映しますので、この数値が理論上ですねピーク値を迎えた時が身長伸びのピークとほとんど一致するみたいな表現になってくると思います。このお子さんに関して言うと、まあ、368ということで、まあ、非常に高い値になってるわけです。ただこの368がピークが大体450とか500ぐらいなんですけども、そのピークを迎える前なのか迎えた後なのかってところがすごく難しい判断になってくるわけです。今回に関して言うとエストラジオール、これは女性ホルモンの値ですね、こちらの方が10以下ということで、現状としてはまだ思春期迎えてないという判断にここからはなるのかなと思うんですけど、女性の場合ですね、皆さんご存知のとおり波を打って出てくるので、これだけですね絶対来てないよというふうにお伝えすることはなかなか難しいという表現にもなってきます。それに対して、まあ、骨年齢が 9.3 ということで晩熟を、ね、想起させますので、このお子さんに関してはおそらくまだなんでしょうという表現だと思います。 LH の方が記載してあるんですけども、まあ、これがね FSH の方も両方見たいです。正直言うとですね、 LH だけだとちょっと判断が難しいですけど、少なくとも 0.1 か 1.8 で上がってるとかしてもすごく遠い将来に思春期が来るというよりはかなり近い将来に来るというような表現、もしくは採血タイミングでもう来てますよという表現になってくるかもしれないですし、あとは他の情報ですね、胸が膨らんできたのかどうかとか、そういったところも総合的に、ね、判断していくと、まあ、より一層正確なことをお伝えできる内容だと思います。ということで、このお子さんに関して間違ったこと言ってしまうとまずいので、これだけはちょっと分かりにくいですねみたいな表現で、そんなに遠くない時にピークが来るんじゃないでしょうかぐらいの答えになってしまうと思います。じゃあ2番目ってことでチョコさんですね。7歳6ヶ月127センチの男の子、月に数回寝る前に太ももや膝付近に痛みを訴え朝にケロッとしていますと。調べたところによると、いわゆる成長痛の症状に近いように思いますが、成長痛とは何でしょうか。当社は骨の伸びに周りの組織の成長が追いつかずにアンマッチに出る痛みと思って、本人には悪いのですが伸びている証拠と安心していました。どうやら環境や人間関係のストレスが痛みとなって出る心因性のものとも言われています。取り上げていただけると幸いですということですね。成長シートの方に少し当てはめてみましょうということで、成長シートですね、いつも通り展開してみます。成長シートの方に皆さんもですね欲しい方いらっしゃったら LINE の方に成長シート希望というふうに送っていただければお送りしているような内容になります。日本人の平均的なね身長伸びを表にしたものになりますということで、このお子さんの場合ですと7歳6ヶ月127センチですので、このもね平均的に伸びていくと 177.1 とか 178.0 のペースにいらっしゃるということで、結構ね大きなタイプのお子さんかなというふうな印象になります。このお子さんのですね成長痛がどうなのかってところですね。まずはね成長痛に関して言うと、実際問題は曖昧なものになります。例えばですけど、我々お医者さんになるにあたって国家試験、ね、そういうのを受けるわけですけど、その国家試験の中に成長痛に関する問題が出たかというと1問も出てないですね。なので成長痛ってのはそもそもそういうふうに曖昧なんですよ。どういうふうに我々じゃ診断するかというと、診断のタイプとしては通常診断基準というのが例えばあるんですね。何かしらの病気に対して、例えば血圧であれば、血圧140以上であれば高血圧としましょうとか、そういうふうに診断基準が存在するのが一般的な病気。それに対して成長痛というのは除外診断的に診断されるような内容ですね。つまりこれでもないし、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 これでもないから成長している時に傷んでるってことだから成長痛ってことにしましょうねというような形で除外診断的に行うわけなんですね。なのでそこがまず一つ目のポイントになります。その説明としては、確かここにおっしゃっていただいている通りで、骨の周りとですね成長のアンマッチとか、そういったような表現はいいんじゃないかなというふうに思いますし、骨自身が伸びてること自体が痛みになりうるとも思います。骨自体もですね痛みがね出やすいというふうに言われてますので、そういったように、ね、単純に骨が伸びているってこと自体も痛みの原因になるかもしれません。次、レン・イズ・横綱さん質問です。13歳7ヶ月154センチ、13歳5ヶ月151センチ、13歳1ヶ月148センチ、12歳10ヶ月145センチ、まだ伸びますか。部活は全てほぼ毎日ザバスでタンパク質を多く摂取しています。母親が157、父親が170センチです。12歳で陰毛が生え、脇毛まだです。声変わりを徐々にしていきました。お風呂上がりストレッチをして
していますとかですね、こちらもねいつも通り、ね、成長シートの方に当てはめてみたいと思います。成長シートに欲しい人は LINE の方に成長シート希望というふうに送ってください。無料で配布しております。ということで、まあ、今回この子に関して言うと12歳10ヶ月から13歳7ヶ月比較的ちょっと短期間のデータしかないんですけども、この期間に関して言うと非常に右側にシフトしているっていう傾向がありますので、ここからは比較的晩熟なタイプを予想しますね。現在13歳7ヶ月154センチというところからは平均的に伸びていくと 166.6 から 167.3 というところになりますけども、晩熟判定ということが確定であれば167以上現在の予測になってきます。それに対してですけども、12歳で陰毛が生えているところで、ここをちょっと気になるというか意外と遅くないんだなっていうところになりますので、そんなに晩熟なのかなっていうところもありますので、すごく大きく167をオーバーすると167をちょっとオーバーするといいなみたいなところが現状の評価になってくるかもしれません。お母様お父様157-170ということで、遺伝身長は157+170+13÷2ということで170センチになります。12歳で、ね、陰毛が生えてるってところで、そこはねそんなに遅くないなという印象になってきます。それに対して言うと脇毛がまだですということで、13歳7ヶ月で脇毛がまだというところも、それだけをもって非常に超晩熟というのは判定にもなりませんので、今の段階だとそういったような結論ですね。晩熟の要素とそうでない要素が混ざっていると、晩熟に期待すれば167以上みたいな表現になってくると思います。参考になりましたでしょうか。次、呪文さんということで、父親177、母親164ということで、遺伝身長はね、父親の身長足す母親の身長足す13÷2ですから、遺伝身長170だと高いんですね。それに対して13歳、月齢が書いてませんけど、13歳0ヶ月としましょう。13歳0ヶ月164、14歳0ヶ月169、15歳0ヶ月175で、現在15歳と6ヶ月180センチですと。14歳5ヶ月ぐらいで陰毛が生え、最近は脇毛が生えてきました。15歳になったら成長が来るとあるのでしょうかということですね。この方もね、成長シートの方に当てはめてみましょう。で、当てはめてみるとね、ぐーんと右側に大きくシフトしているのがわかると思います。これ日本人で平均的な身長の目を表にしたものになりますので、真下に降りていけばその方はね、平均的に伸びているという表現になりますし、右側に行けばね、成長がすごく加速している時期であるってことになります。その加速している時期がどのタイミングかによって、早熟なのか、晩熟なのかっていう判断になってきます。今回に関してですね、現在が15歳6ヶ月ですので、14歳以降に大きく右側にシフトしているってところを見ると、間違いなく晩熟タイプっていうところになります。陰毛もですね、14歳5ヶ月生えたという記載があるところからしてもね、非常に晩熟なタイプっていうところになりますね。この方に関しては15歳になってから成長が来ることがあるのでしょうかという質問を受ければ、この方に関してはまさにそういったことがあるでしょうというような説明になってくると思いますので、この方に関して言うと現在の身長ですね、15歳6ヶ月180センチというペースからは、日本人の平均的に身長伸びていくと 182.5 から 183.3 程度なんですけども、より、ね、晩熟判定が期待できますので184以上、しかもしっかりと晩熟な印象を受けますので185以上になる可能性が私は高いんじゃないかというふうに考えますけど、参考になりますでしょうか。次ですね、吉部さんということで、3年前ぐらいに身長測をしてもらいました。見事に当たって驚きましたと。現在大学2年生で181センチですが190超えますが冗談ですと。今の身長に満足です、ありがとうございましたということで、ね、12歳158センチ、13歳164センチ、14歳168センチ、15歳174センチ、16歳178センチ、17歳179センチ、18歳180センチ、19歳181センチということで、ね、こういったねご感想もいただけて私も非常に嬉しいと思います。ありがとうございます。まあ、この質問というかね、単純に感想でありがとうございますね。次、テイクの暇時間、身長先生いつも参考にさせていただいています、ありがとうございます。身長先生質問です。夜に運動するの身長に影響ありますか。まず運動することはいいと思いますよ、基本的に。ただそれを夜にやるべきかというふうに言われれば、日中にやった方がより一層いいでしょうという表現だと思います。それに対して夜やっちゃダメかって質問を受ければ、別にやっちゃいけないこととも言わないと。ただし私もいろいろとカウンセリングさせていただいていると、スポーツクラブ、しかも強いスポーツクラブになればなるほど、いわゆるプロを目指しているお子さんになればなるほど、すごく夜に練習する傾向が多いですよね。9時とか10時まで練習があって、そこから家に帰ってきたら11時とか、そういったお子さんも結構よく見かけますので、そういったのがいいかって言われると、もうちょっと適切ないい時間にやれるといいんじゃないかなというふうなことはしばし思ったりもします。ただそういった環境のお子さんが多いのも知っております。次、マナチンさん、低身長検査で手のレントゲンが実年齢マイナス2歳と医者から言われました。成長シートでまっすぐ下に成長しています。2年分伸びるのが遅くなるのか、急に実年齢に追いつくことがあるのか気になりますので、父親165、母親152ということで、遺伝身長で 165+152+13÷2 ということで165センチですね。10歳6ヶ月128センチということになります。成長シートの方にまず一緒に当てはめてみましょう。現状として10歳と6ヶ月128センチだけですから、この成長シートで、ね、当てはめてみると、日本人の平均的な身長の目標にしているわけですから、160.8 とか 161.5 というところが今の時点で平均的な期待値になってきます。それに対してどうなのかなというところで、まずはですね、手のレントゲンがマイナス2歳というのは、基本的にはこのデータからは右側にシフトすることが期待されるということですね。平均的伸び率よりも高い伸び率を期待できるということなので、そこから通常はですね162以上でしょうという説明が正しいと思います。じゃあそれがどれくらいですね右側にシフトするのかというのは今度予測していくわけになります。仮になんですけども、このお子さんですね、まあ晩熟なわけですよね。なので晩熟の程度が丸々1年分、骨の年齢は2年分ですけども、体が全部2年分晩熟かって、そういったことではないと思うので、そこもちょっと注意が必要になります。例えばですけど、じゃあ1年分晩熟、9歳6ヶ月同じ身長だったらどうなのかなって見てみると、成長シート私はオレンジ色で引きましたけども、それで見て166から 166.6 っていうようなペースにな
になります。8歳6ヶ月ですね、完全2年分盤石、本当に全部2年分盤石だし、170.4 から171ってところになります。先ほどお伝えした通り、骨の年齢が2年分盤石だからって全部2年分盤石ってことはほぼないんですね。なので現状としてはどんだけ高く見積もっても170未満みたいなところが妥当なラインだと思います。1年ぐらいね盤石であることを期待したいってところがすると166前後ぐらいってところが現時点での私予測としては正しいのじゃないかなと思います。まあ、もちろんですね、遺伝身長165という背景から見てもそんなに矛盾がないように思われます。あとこのパターンですね、実年齢にどういうふうに追いつくかってところですね、これおっしゃっていただいているので、そこが面白いポイントです。なので実年齢に必ず追いつくんです。必ず。これはどういうことかというと、大人にならないお子さんはいない、そういった説明になりますけど、追いつくタイミングが非常に重要で、できれば追いつく前というか今の時期にしっかりと伸ばしてあげるということが重要になりますので、本当にしっかりと伸ばすのであれば、こういった方は非常に受診していただくといい対象になりますので、ぜひご検討いただくといいんじゃないかなというふうに思います。それで、ね、今日もね身長に関する疑問に答えていきましたけど、皆さん参考になりましたでしょうか。皆さんもね身長に関する疑問がありましたら、ぜひ、ね、コメント欄にお願いします。それではまた、バイバイ。身長ビヨーン。